今今日は5月の19日金曜日です。今日朝七倉稲荷神社朝10時みこち御霊入れということで行って、いや今みこち蔵の御霊入ってまだ明日あさって例大祭、子供みこち大人みこちも登用するそうです。七倉稲荷神社一つ、まあ、初めて来たんですけれども、一つだけなぜだろう、狐がないね、稲荷なのに。あとでちょっとインターネットで調べてみます。じゃここ拝殿前、これ境内は、まあ、初心も並んで入れ大祭を迎えの準備を感じる。ここ左にちょっと綺麗な古そうな、なんというちょっと石柱というかもしれない、これ古いですよ。これ由来は、まあ古代イスラエルという話もありますけれども、でもまあこれ日本はもう何千年前からあるのはまあ間違いない、まあ、2000年ぐらい前からもあるという石柱、これは線になるものである。でここにもちょっと前進むと御輿蔵である。これ七倉稲荷神社、上野の池ちょっともう上にある稲荷神社です。これと御本社御輿、今日朝10時御霊があって、金子とおんべ、まあ五平ね、五平を出てきて金子結構古いぞと、かすぎを七倉書いてあるけども、じゃそのままで毎日寝ると吉木、綺麗。じゃあこれでちょっと失礼いたします。